アドルフ・ローゼンベルガーは、ドイツの実業家、レーシングドライバーである。自動車会社のポルシェの前身である、ポルシェ設計事務所が設立された、サイの出資者の一人である。1900年に、ドイツ南西部に位置するプフォルツハイムで、ユダヤ人家庭に生まれ、資産家であるオジルートビヒエスリンガーの養子となった。オジは不動産と映画館の経営で成功し、 地方の中心都市であるプフォルツハイムで、当時、最も裕福と言われた人物である。17歳の時に第一次世界大戦中の、志願兵として空軍に入った。第一次世界大戦が終わると、ベンツ社で、ベンツとロップフェンは現のドライバーとなる。同社は、リアエンジンのレーシングカーとしては最初期のものであり、ローゼンベルガーは、 同社を買って1924年と1925年にソリチュードで行われたレースで優勝するという結果を残した。1926年6月にベンツ社がダイムラー社と合併してダイムラーベンツが設立された。翌月に開催された第1回ドイツグランプリではダイムラーベンツは同社のワークスチームであるメルセデスチームの参戦は見送ったが 同社のドライバーであるローゼンベルガーとルドルフ・カラツヨラにプライベーターとして参戦することを許可し、グランプリカーのメルセデス M218 を対応した。この車両は1923年からダイムラーで技術部長を務めていたフェルディナント・ポルシェが設計したものであり、ポルシェもローゼンベルガーとカラツヨラを手助けするため、同レースに個人的に足を運んだ。 1926年ドイツグランプリこのレースで、ローゼンベルガーは8番手からスタートし、5周目には3位まで上がったが、その直後からサーキットは激しい雨に見舞われた。7周目の最終コーナー付近で、ローゼンベルガーの車のエーテルタンクが漏れて、異臭を放ち、それに気を取られた際に運転を誤って車を横滑りさせ、 制御不能の状態で、レースの刑事係が詰めている小屋に衝突した。この事故で、ローゼンベルガーはほぼ無傷だったが、小屋にいた、刑事係3名が死傷するという惨事となった。1931年4月25日、フェルギナント・ポルシェが、ポルシェ設計事務所を設立した。ポルシェ設計事務所の設立に際して、設立資金として、 ポルシェ自身が2万4000ライヒスマルクを出資し、アントン・ピエヒが3000ライヒスマルクを出資した。ローゼンベルガーは、ポルシェ事務所が設立される際のもう一人の出資者となり、ピエヒと同じく当初は3000ライヒスマルクを、追加で8万ライヒスマルクを出資して、設計事務所の初期の経営を支えた。1932年に、ドイツの自動車メーカー4社が合併して、 アウトウニオンが設立され、同社の取締役会議長には、ローゼンベルガーの友人である、クラウス・フォン・ウルツェーンが就任した。その関係を介して、ウルツェーンは、ポルシェの設計した、レーシングカーに興味を持つようになる。翌1933年1月、国家社会主義ドイツ労働者等のアドルフ・ヒトラーが、首相に任命され、ヒトラー政権が成立した。ヒトラーは、 自動車産業を振興し、レース活動にも援助が約束され、アウトウニオンは、レーシングカーの設計をポルシェに依頼することとなる。一方で、ユダヤ人であるローゼンベルガーにとっては困難の始まりとなった。アウトウニオンのタイプ A 試作車が完成すると、ニュルブルクリンクでテストが開始され、ローゼンベルガーもドライバーとして、それに加わり、ハンスシュトックと互角のタイムを出した。 しかし、ドイツのモータースポーツ活動を統括するようになった、ナチ党の国家社会主義自動車軍団は、ユダヤ人であるローゼンベルガーへの競技ライセンスの発行を拒否し、レース参戦の可能性は絶たれた。ローゼンベルガーは、ポルシェ設計事務所における権限を、友人のハンスフォン・バイマルに譲り、自身は、フランス、ついで、スイスへと移住し、同地でのポルシェの海外展開を助けた。 しかし、1935年に、ドイツに帰国した際に、アーリア人女性と関係を持ったことが、人種的不明予行為としてとがめられ、9月5日に、ゲシュタポによって逮捕され、キスラウの強制収容所に送られた。バイマルがワイルを送ったことで、ローゼンベルガーは解放され、ローゼンベルガーは再び、フランスに移住した。その後、1939年に、 アメリカ合衆国に移住したが、米国政府からは敵国人とみなされ、行動の制限を受けることになった。ロサンゼルスに移り、名前をアラン・アーサー・ロバートに改め、同地でガソリンスタンド事業を始めるが、これは失敗に終わる。その後、1944年に米国市民権を取得。第二次世界大戦の終戦後にホームデコレーションの事業で成功して、 ビバリーヒルズに邸宅を構えるまでに財産を築いた。ありがとうございます。